はい、どうもどうもケンタローコーチです。ケンコーチです。この度ですね、2人のチャンネルを開設することになりました。よっ。名前は、名前はケンズ TV です。よっ。なんでケンズ TV？ 2人のケンタローということでケンズ TV、複数系のやつでケンズ TV ですね。そうやね。いい名前じゃないですか。いや、いいと思う、ほんまに、マジで、めちゃくちゃいいと思う。前ね、僕のチャンネルでね、対決したんですけどね、その名前のことで、本物のケンタローはどっちだみたいな。そう、まあそれは大好評で。そう、まあ、けどよくよく考えるとどっちが本物かって決めること自体ナンセンスじゃないかなと。あ、じゃあだからだからなんでこれを作ったかっていうこと、ね。そうですね。なんでこんなチャンネル作ったか、この前、そう、ケンタローコーチのチャンネルでバーテ対決を撮ったんですよね。でその時にまあ、めっちゃ楽しくて、俺は、楽しかった。まあ、俺が勝ってんけどほんまに楽しくて、でその自分が個人であげてるやつよりかもほんまに楽しかった。で撮って、そのまあリオの子供らが、その、めっちゃおもろかったみたいな、もう一回、なんかああいうの見たいみたいな言ってくれて、あ、普通に嬉しいなみたいな、まあ、嬉しかったですね、と思ったから、なんかまあ普段のその個人のチャンネルは全然それはそれで OK やけど、まあ2人でもっとこう、やっぱ1人よりかは2人の方が楽しいことをやりやすいなと思って、俺はそんな感じかな。でも深いっすね、いや僕は本当に収益化して2人でチャンネルを作ったっていう理由は、そんな感じだね。そうっすね。でまあこの動画でなんかみんなちょっとでも笑顔になってくれたらくっさいやでもほんまにさ、ほんまにいやけどなかなか名前かぶるってないっすからね。そうそうそう、そう、これもなんかの縁っていうかね。それもそう、本当に特別めちゃくちゃ仲いい、仲いいな、同じ名前っていうのもなかなかないと思うし、こんなくっきりね同じ名前でイケメンとこう分かれるっていうね、まあこれもね一つのこう偶然というか奇跡なんで、一緒にチャンネル作っていろんな楽しいことをしていきたいなっていう。じゃあこれからどういうことをやっていきます？前対決したじゃないですか、バーって対決、まあ、対決系もやっていきたいし、まあそうやね、まあ、なんかそれこそ、まあこう普段接してる子供らが言ってくれるかもしれないし、ああこういうこういうのやってとか言ってくれたら、まあそれやってみてもいいと思うし、こんなんやったら面白そうやなっていうのをこう、まあたまにスポーツも入れながら、それこそ対決入れながら、まあたまにはスポーツと関係ない子供らがよくやりそうな対決を俺ら大人が本気でやるとか、本気だから楽しいですよね。そうそうそう、本気のやつ。それもちろん罰ゲームつけながら、もちろんもちろん罰ゲーム付きでやる、まあ、2人で、なんか、まあ、面白いことを作り出していきたいですよね、2人で、っていう感じ、ですね。ですかね。ついに始まりましたね、ケンズ TV、 これからどんどん配信していきたいと思いますんで、はい、皆さん、高評価とそしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ほんまにお願いします。1年間でどんだけ言います？1000人。1000人、いや言っちゃった。1年間で1000人登録者数を伸ばしたいんで頑張っていきましょう。じゃあこれからも、じゃあよろしくお願いします。あ、コロナやから肘立ちで、ね、それでは皆さんこれからもよろしくお願いします。また会いましょう。さよなら、バイバイ、バイバイ。